東日本大震災の犠牲者を追悼し、復興を願うモニュメントが、福島県内に建設されることになりました。神戸から800キロ歩いて運ばれたこちらの火が、震災の復興のシンボルとして灯されることになります。福島県いわき市内の公園に建設されるモニュメントの高さは、およそ1.8メートル。 阪神淡路大震災の復興のシンボルとして神戸市にともされている1.17希望の明かりから分けら,た分けられた日がともされます今日は僧侶らがお経を唱えた後、関係者が加え入れして工事の安全を祈りました若手僧侶たちが歩いて運んだ希望の灯火震災から1年となる今年3月にはこの日でキャンドルをともす追悼イベントが行われました モニュメントは来年2月に完成する予定です。